また電車遅れてるよやめてほしいね痴漢濃いわでも本当は痴漢していないかもしれないのがまたまた怖いところでありますなので痴漢と間違えられないための対策も必要です僕なんかはねいつもカバンをね両腕で抱きかかえて立ったまま亀のような姿勢でいますそしてヨハネによる福音書の第一章を読みます 初めに言葉あり、言葉は神と共にあり言葉は神であったアーメンこれで冤罪対策はバッチリです例えばの話何時が女人の体を触りたくなったとしましょうもちろんダメです時間はそんな時どうすればいいか工夫をすればいいんですブリジット・ホンテーヌの「ラジオのように」という曲に日本語の歌詞を勝手につけて歌うんですよメ 枠防止条例むらむらしたらダメもちろん歌うのは頭の中でですよそれで少しは気が紛れるんじゃないでしょうかアーメンあるいは頭の中で小説を書くんですよ松本清張風に話を展開させましょうタイトルは「むらむらするのは我にあり」汝「汝妄想するのはただですぞ」 そんでその小説が売れちゃったりなんかしたらね、棚からボタン持ち、標単からコマ。こんないいことはない。物事には何でも工夫が大事なんですよ。痴漢なんかして人生を棒に振るなんて、バカバカしいじゃないですか。何時、お姉さんのお尻を下がりたくなった時は、歌や小説などの創作活動をしなさい。ぜひ、おすすめですぞ。アーメン。目指せベストセラー作家。とにかく電車は止めるんじゃない。 痴漢行為をする人はブリジット・ト・ォンテーノを最初に聴いたのは日本語タイトルで「雨が降る」というアルバム初めてこれを聴いた時怖かった覚えがあるでも癖になる怖さ今ではブリジット・ホンテーノなしではありえない僕の人生です先日僕ね電車の中でイヤホンでこれ聴いてたんですよそしたら知らず知らずのうちに 口ずさんじゃったりしてるんですよむらむらしたらだめよ危ないやつですよ近くにいたお姉さんたちすーっとみんな離れていきました